どかりだらけだよ、これ。これ全部生きてんの？生きてるよ。これ、ジデキさん大好きだよな。うん、茹でて、チッ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 。取ってく？すごいね、ここ、針が滑る。うわ危ないよ。こいつら、一つの穴に二つのカニが入ろうとして喧嘩してる。おう、いや、みんな片手でっかいの。ほんと？そう。右利きでみんな右が。左利き。左利き。たまに左のがあるけど、ほとんど右。おかしいですよね。わかんないけどね、どっちか片っぽがとにかくでかいんだよ。びっくりしちゃった。前、広島行った時に、広島の川降りたの覚えてない？あそこに いっぱいいたじゃん、こういうの。ここにアサギがいた。あいつら全員どっちかの手がでかいんだ。で、おいでおいでしてんの、みんなで。うちだった。アサリはいるのかな、掘ったら。すごい。これちょっとズームしてうまく撮れる。すごいすごい、あそこら辺も。でしょ？踊ってる。これ全部そうなの。面白いんだ。面白い。あ、出てきた、そこら辺のも。なんか面白い。みんな同じように手を挙げてね、うん、おいでおいでみたいな。噛みつくなってるんだよ。逃げる場所がないから焦ってるんだよ。
あ、向かってきた。すげえこいつ。おー、いったいったいった。そんな拙者で映んの？映る。はい。怒って映んだぞ。怖いよ。なんか恐竜が来たぐらいの感じだろうな、こいつからは。見えてら。あ、目を、すごいよ。こんな立ててるよ、目を。怒って。あ、逃げようとした穴がありそう。ところが、自分の穴しか行かないよね。ところが入れないんだよな。あ、かぶっこうやって隠しちゃったよ。目が本当に。あ、目だけ出した。すごいすごい。目だけ出した。こうやって、隠しながら頭隠してこう、こんな感じ。危ないぞーって。面白い。お、入りたいけど入れない。狭い。ちょっと狭かった。お、逆から入った。だけどこれ以上入れない。ダメだ。これ以上は無理なんだ。拙者で映るの、本当に。ちょっと見てみ、映ってない？映ってんのかよ。うわ、すげえな、こんな距離平気なんだ。うん、なんか音とか。あ、でも限界があんな、ここでんか。出ましたこ。あ、中に一匹いるもん。そうやな。人の家だから。はいはい、だから、人っていうか、そら入るね。突っ込まれて。中のやつ焦って、なんだこいつだ。ふざけんなね。じゃあ、蓋しちゃう。どっちにしても満ちてくる。出てこれないように、ここ全部蓋してってよ。はい。全然大丈夫だって。うるるる。塩が満ちてる。二度と出てこれない。あ、空き家があった。どこあった？ここ空き家っぽかった。奥、うん、まで入っちゃった。じゃあ、おやすみ。おやすみしてくれ。意地悪だな、なんつって。あの全部あった。大丈夫だよ。慣れっこや。全然大丈夫だ。どうせ、潮が満ちたらね、全員また生還です。面白い。ここら辺は全部右手なの。まあ、さっきも違ったな。こちらの辺は全部左手。なんだろうな。いや、こっちに右も少しいた。そうだね。死んだ真似してるよ、この子に。保護色っていうの砂と一緒だな。わかりにくい。こいつバックバックしてんの、ドキドキで。バックバックしてる。逃げた。こいつ、やべえ、やべえ。決死の逃避が始まりました。あ、でもまた止まっちゃった。こいつ今焦ってんだろうな、かわいそう。焦ってると思う、すごく。やべえ、ひっくり返ってるし。顔ここにあるの。あ、ほんとだ。これ、カタツムリとかああいうパターンだよな。オーガストは面白い食べない。メイから。メイ、ジュン、ジュライ、オーガストは食べない。あ、止まった。逃がしてやろう。これ、あれじゃん。はい、そうや。逃がしてやろう。水のあるとこがいいんじゃない？何？なんて言ったかな？名前忘れた。スギ花粉がすごいな、そうで。ああ、そうか。にゅーん。